立派なもんだぜ。最高だぜ。布団もふかふか。いや、やっぱしけてんな。それくらいなんだよ。俺は潔癖なんだよ。その布団の匂いにはこの店の歴史と年季が詰まってんだよ。しかしホームレスから脱出できるなんて思ってもみなかったな。ありがとうな、一番。バカ、礼を言うのは俺の方じゃねえか。難波がいなかったら俺は死んでたんだぜ。なあ、難波って看護師だったんだろ。まあな。なんで辞めちまったんだ。病院の薬をくすねて闇で売ってたんだ。結構いい金になってよ。そのうち海外の医薬品まで仕入れるようになってな。手を広げすぎたらあっという間にバレちまった、まあ、おかげで看護師免許は剥奪されちまっただよ。それまたバカなことやっちまったな。うん、後悔してるよ。でもここからやり直しはいいじゃねえか。看護師は無理でもまた新しい目標だってできるだろう。簡単に言うなよ。そういう一番はなんか目標があんのか。え、いや、わかんねえ。ずっと追いかけてきた背中が目の前から消えちまったんだ。俺はその背中しか見てこなかったから。他のことなんて。組長さんのことか。なあ、まあお前なら何だってできるだろう。簡単に言うなよ。もう40超えてんだぜ。お前さっき俺にはずいぶん簡単に言ってくれたくせによ。だったな、悪い。目標か。一番よ、お前子供の頃何になりたかった。え、あなんだっけな。もったいぶるなよ。照れてんのか。ガキの頃俺は勇者になりたかったな。あ、勇者。どういうこと。ドラクエに出てくんだろ、あの勇者だよ。それゲームのキャラだろ。ありえねえよ。悪いかよ。いや、まあそんなの自由だろ。なりたいもんになりてえって。そんな夢見るくらいは自由だろ。だよな、一番。なんだよ。なりゃいいじゃねえかよ、勇者。うん、なるべきだ。やめてくれよ、それガキの頃に思ってただけで。でも今目標はねえんだろ。じゃあ残ってる目標はそれしかねえじゃねえか。酔っ払ったのか。大体そんなの職業でもねえし。そりゃ職業じゃねえよ。でも勇者ってのはスライム倒していつか成り上がってなるもんだろ。生き様だろ。成り上がる生き様か。そうさ、お前なら今からだって成り上がれるぜ。40過ぎて成り上がりか。悪くねえな、成り上がりって生き様。一丁ドーンとかましてみっか。おお、その息だ一番。俺たちの輝かしい未来に乾杯だ。うん、未来の勇者にな。乾杯。
勘弁してくれ。今度はあの店必ずぶっ潰すから。失敗して悪かった。金だってもういらねえから、もう一回チャンスを。あの邪魔した二人は俺が必ず始末する。あのままじゃあんたらも困るだろう。네가걱정할필요는없어。가게에는전화해뒀다。나머지는우리가알아서처리하지。何？何て言ったんだ？お前のようなクズを雇ったのが間違いだった。죽어라。また今夜な。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。なんだなこの人、知り合いか？神奈川県警の元刑事さんだ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。じゃああんたたった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。でいやお前には分かんねえか。なんだよ感じ悪いな。スマホは人工衛星使ってその位置を特定できるんだ。そのシステムが GPS。 そいつでこの人はお前の居場所を突き止めたってことよ。今ので分かったか？いや、多分ね。それより足立さん、警察クビになったってのは？カムロ町での建造物侵入、傷害、公務執行妨害、役満で懲戒免職だ。起訴されねえだけありがたく思えとさ。それやっぱ俺のせい？当たり前じゃねえか。なんでまたそんなことに。
あんた、春日がカムロ町で撃たれたって話は？うん、聞いてるよ。撃たれた場所は警視庁と年頃にしてる近江連合幹部会の場だ。俺は春日がそこへ忍び込んでいくのを手助けした。それを誠にけしからんとご立腹なのが警視庁で、我が神奈川県警はそのお怒りごもっともでと俺を首にして一件落着とした。すまねえ足立さん。悪いと思ってんなら協力しろや春日。俺はまだ総監を諦めちゃいねえ。総監？警視総監だよ。警視総監が？なんだよ。あいつは近江連合と癒着してるはずなんだ。連中のカムロ町進出をおめこぼしする見返りにな。俺はその裏をつかみて。そんなの一番に何ができるってんだよ。警視総監とつながってんのは近江連合若頭代行の荒川真澄。春日は昔その顧問だった。こないだ胸を撃たれるまではな。だろ？今でも俺はおやっさんの子分だ。おめでたいね。つってもクビになったおまわりが警視総監相手にどうする気よ。まあ平たく言いや復讐だ。復讐？話は20年前に遡る。資産家の老夫婦が強盗に殺されたって山があってな。星は近所で失業中の前科者で、俺がこの手でワッパーをかけた。くすみという男だった。だが裁判の直前になって、そいつは犯行時刻に別の場所で目撃されていたと分かった。つまりアリバイがあったんだ。皮肉なことにその証言も俺が聞き込んできたもんだった。それで俺はすぐ捜査本部に報告した。その時県警はすぐに久住を釈放するべきだった。でもそうはならなかった。ええ、アリバイの証言は固いと少なくとも現場はそう感じていた。だが上は目撃した証人に何度も本当かと問い続けた。そこまで言われると自信がないと言わせるまで徹底的に執拗にだ。なんでだよ。神奈川県警本部長様の指示でだ。そいつが今の警視総監堀之内十郎よ。その指示の理由は？当時奴には神奈川県警から警視庁へ転任するって内定が出ていた。ところが起訴した容疑者がシロだったとなれば大事だ。本部長の堀之内は尻拭きに追われて転任どころじゃない。だから目撃証言を取り下げさせた。なんだよそれ。本当にシロなら他にも無実の証拠が出てたはずだと奴はそう言い放った。で結局逮捕した党の刑事たちさえシロと見てた被告人に実刑が17年。久住はかみさんや子供を残したまま首を吊ったよ、獄中でな。そん時堀之内は新天地の警視庁で知らん顔さ。胸くそ悪い。神奈川県警には偉人さんと癒着する警官が多いんでな、いつ身内が不祥事を起こしてもおかしくねえ。だからお偉いさんは早いとこ神奈川を離れたがるんだ。てめえの任期中に問題が起きねえうちにな。だからってそれで無実の人間を？ふざけすぎだろ。当時まだ青かった俺もそう思った。だから幻のアリバイ証言をマスコミにリークしてやった。え？だが堀之内はボンクラのエリートじゃなかった。元公安の実力者よ。人脈も半端じゃなかった。俺が情報を流したマスコミ各社はすぐ堀之内へのご中心に回った。リークした情報は一切世に出ず、俺には免許センター行きの辞令が来た。クビにされなかったのは